ちは。第二次世界大戦の始まりについてやっていきましょう。まずは第二次世界大戦の始まりについてです。ヨーロッパではヒトラーに率いられたナチスドイツが東方への侵略を進めておりました。オーストリア、ついでチェコスロバキアの西部を併合したドイツは、それまで対立していたソ連と独ソ不可侵条約を結んだ上で、1939年9月、ポーランドへの侵攻を開始しました。こちらの地図をご覧ください。これは第二次世界大戦の頃のヨーロッパの国際情勢を表したものです。そしてこちらが独ソ不可侵条約の内容です。独ソ不可侵条約の内容を見ていきましょう。丸の1番、ドイツとソ連はお互いに侵略や攻撃をしない。丸の2番、ドイツかソ連が第三国と戦争になったとき、もう一方の国は第三国を援助しないとあります。この2つは不可侵という言葉がそのまま現れているので突っかかりはないと思いますが、独ソ不可侵条約において大切なのは以下の秘密協定の部分です。内容を見ていくと、ドイツとソ連でポーランドを分割しようということが書かれており、どこまでがドイツのもので、どこまでがソ連のものかということが規定されています。ではもう一度世界地図をご覧ください。赤い丸の部分に注目です。ポーランドの国内なんですけれども、ドイツの領土、ダンツィヒという場所があることが確認できます。こちらはもともとプロイセンがあった場所なんですが、ポーランドに分割され、そしてドイツが取り戻した場所です。現在ドイツが持っている問題としては、ダンツィヒとの間にポーランドが挟まってきているので、そこの部分で陸路がつながってない部分なんですね。そのためドイツの考えとしては、ダンツィヒとドイツを陸路でつなげようと考えたわけです。そしてどんどんと東に侵略していって、その過程でポーランドをもらっていこうとしたわけですね。その過程でソ連と、今線が引かれた赤い縦線の部分で線を引き、エストニアやラトビア、リトアニアなど、そうした部分でソ連とドイツの線を、境界線を引こうということで決定したんです。つまり独ソ不可侵条約の内容としては、ポーランドをドイツとソ連で分割して、そしてダンツィヒとドイツのその部分の陸路を確保しようと考えられたわけですね。これに対してポーランドと互いに援助し合う条約を結んでいたイギリスやフランスは、ドイツに宣戦布告をすることとなります。こうして第二次世界大戦が始まります。続いて戦争の拡大についてです。1940年に入るとイギリスやフランスからの宣戦布告を受けたので、ドイツは西ヨーロッパの国々を攻撃して、さらにパリを占拠してフランスを降伏させました。ドイツの勢いはそのままにフランスをやっつけてパリを占領したんですね。そしてイギリス本土もドイツ軍の激しい空襲を受けました。ドイツの優勢を見てイタリアはドイツ側に立って参戦します。そして1940年9月、ドイツ、イタリアは日本と日独伊三国同盟を結び、結束を強化することになります。この間スターリンを指導者とするソ連は、独ソ不可侵条約の内容に基づいてポーランドの東部やエストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国などを軍事力で併合しました。しかし1941年の6月、ドイツは独ソ不可侵条約を破ってソ連に侵攻を始めていきます。さてアメリカはというと、第一次世界大戦後、ヨーロッパ諸国の争いに巻き込まれたということの反省から、孤立主義を掲げて第二次世界大戦には参戦しておりませんでした。しかしドイツの猛攻だったり、日本がドイツとイタリアと三国同盟を結び、どんどん東南アジアに
進出してきている様子を見て、ファシズム諸国に対して警戒を強め、1940年に自分たちアメリカが持っている権益を守るために方針を転換させ、いきなり戦争に参戦するのではなく、イギリスやソ連に武器などを渡して援助しようという形で、事実上第二次世界大戦に参加することになっていきます。こうしたアメリカの方針の転換を受けて、アメリカのルーズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相は1941年に大西洋憲章を発表して、ファシズムに対決する決意と戦後の平和構想を示しました。このようにしてヨーロッパではファシズムの枢軸国と反ファシズムの連合国の戦いという構想が明らかになっていきます。こちらが大西洋憲章の内容です。中身としては平和を確立しようということが書かれている。そしてアメリカがイギリスと協力をしてファシズムに対決しようとしている様子が見て取れます。最後にドイツの占領政策についてです。ヨーロッパのほとんどを支配下に置いた枢軸国は各地で過酷な占領政策を行いました。反抗する人を弾圧したり、物資を力ずくで取り上げたり、占領地の住民を本国に強制的に連れて行って工場などで厳しい仕事を行わせたりしました。またドイツはドイツ人第一主義を唱え、共通の敵を作ることで団結するためにユダヤ人を徹底的に差別し、アウシュビッツなど各地の強制収容所に送り労働させ殺害したりしたんです。こうしたドイツの占領政策に対してヨーロッパ各地ではドイツへの協力拒否や武力などによる抵抗運動であるレジスタンスが行われたりしました。左側にいるのが杉原千畝さん。命のビザ、ビザを発行した人物として海外でものすごく人気のある日本人の一人です。右側にあるのがアウシュビッツ強制収容所。ここで過酷な労働を強いられていたアンネさんの日記がかなり有名ですね。今回は以上になります。お疲れ様でした。